はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数の合成丸4をお送りします。で、合成も4本目ですね。で、一応次回の丸5で終了となります。で、今回は2問、今のと違うタイプの問題をね、取り上げていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は最大値、そして最小値を求める問題です。まあ、1番はね、その時の θ の値も必要になるんですけど、で、まず1番は θ の範囲が0から 2π です。つまり1周、0度スタートの1周だと思ってください。で、その時に関数 y イコールマイナス sinθ プラスルート3 cosθ、 こいつの最大値、最小値、そしてその時の θ の値を求めに行きます。で、もうこの形を見た時点で、あ、合成できるなと思ってください。こうなってるからね。で、合成をまずしていきます。なので y イコールマイナス1、2乗すると1、ルート3、2乗すると3、足して4、そこにルートがつくからルート4なので2になります。ちょっと合成暗算で申し訳ないけど。で、サイン θ で、ここに数字が入ると。で、これもちゃんとね、今まで何通りかやってきましたけど、簡単な方でいきます。マイナス1のルート3です。一応単位円書いてやっていくと、マイナス1のルート3だから、こっからマイナス1行ってルート3上がるから、ここです。こういうイメージ。ちょっと行ってルート3だからいっぱい上がるみたいな。だからこのポイントは90度から30度左に行ったところなので、ポジション的には120度です。いいね、マイナス1のルート3だから。ってことは120度だから3分の 2π か。これで合成が完了となります。で、あとはここから最大値最小値求めるんだけど、今回あの θ の範囲が1周なので、実はすごく簡単なんです。で、なんでかっていうと、 θ が1周ってことは θ プラス3分の 2π ももちろん1周します。スタートがずれるけど。で、sin が1周するってことは、単位消さなきゃよかった、あーと思って普通に落としたね。1周するってことは、どこをスタートにしたって絶対にサイン y 座標でしょ。一番上はここなんだよね、1で、一番下はここのマイナス1なんです、サインだから絶対にね。ってことは、ここのサインかっこシータプラス3分の 2π、 ここが1なの、最大値は。で、 2×1 だから最大値は2なんだよね。で、最小値はここがマイナス1が一番ちっちゃいから 2×-1 なんで、最小値はマイナス2なの。ただ、今回は θ の値も求めなきゃいけないので、そこちょっと注意します。ここね、若干引っ掛けなんです。で、何が引っ掛けかっていうと、今言ったように、ちょっとこれ1行開けますね。1行でいいかな？嘘。もうちょっと開けなきゃダメだ。θ プラス3分の 2π。こいつが主役だからね。こいつが、ここにいる時が最大値の時でしょ？だから普通に行くと、ここ2分の π なんだよね、90度だから。だから、じゃあこいつが2分の π の時って行きたくなるんだけど、それ×食らいます今回。で、なんでかっていうと、ここで大事なのがこの今回の主役、こいつの範囲です。で、書いていくと、今 θ プラス3分の 2π、 こいつが主役でしょ。で、もともと θ はこの0から 2π って分かってるから、それに3分の 2π を足せばいいと、いつもやってるみたいにね。で、0に3分の 2π を足せばもちろんこうなる。で、右側は 2π、 3分の6だね。それに足すから3分の 8π になります。つまり3分の 2π、 120度がスタート、ここだよね。さっきやったように、ここスタートでこう、ちょっとごめん、こういけなかったけど、一周するっていう感じ考えてください。つまり、2分の π、90度ここに入ってないからね。じゃあどうするかっていうと、今、
120度から何度までかっていうと、これ480度までなんです。はい、これ480度だからね。いいかな。つまりここ90度って考えるんじゃなくて、もう一周した後こう来て、こう来た後だから、90に360足してここは450度ポジションなんだって考えてください。いいかな。で、もともと2分の π でしょ。1周って 2π だから、2分の π に 2π を足してあげて、それが2分の 5π の時に最大値なんだって考えます。いいかな。今回のミスはここだね、1番は。で、これ計算してあげて、つまり θ イコール、これこっちに持ってきて6で通分するか。待ってね、6分の15、6分の4、だから6分の11か。つまり θ イコール6分の 11π の時に、2番はほとんど場所使わないので、ちょっとごめん、でも最大値これ省略するよ。最大値がさっき言ったように1です。だからここが1だから 2×1 で最大値は2になります。で、もう一個、最小値はその主役のシータプラス3分の2π がここの時です。で、ここ普通に考えたら270度でしょ。で、270度入ってるから今回、だから普通に2分の 3π で、つまりシータイコール、さっきと同じか、6分の9引く6分の4だから6分の5か、6分の 5π の時最小値、ここがマイナス1です。で、2×マイナス、超落とすなってこれね、 2×マイナス1 なんでマイナス2となります。いいかな。ここが答えです、今回の。で、次2番いきましょう。で、こっちのが簡単です。でね、毎回ちょっと最近やってて申し訳ないんですけど、最初にね、焦点が多分あんまり合ってなくてぼやけちゃうので、ちょっとずらします。これでいいかな。 OK です、ごめんね。で、2番も同じように考えるんですが、今回は y イコール sinx マイナス 2cosx の最大値と最小値を求めようです。だから x がいくつとか書いてないの、さっきの θ と同じだね。で、どうするかっていうと、これを同じように合成します。まずで、合成していくと1でしょ、マイナス2でしょ、それぞれ2乗すると1と4足して5です。で、ルートをつけるからルート5で、サイン、今回 x ね。で、1とマイナス2なんです。これ、値がわからないの。ここが。何分の何 π とか、何分の π がわからないので、ちょっと α って置いておきます。で、合成の丸1の時にやったようなコント、普通に考えれば、サイン x、ごめん、サイン α がいくつ、コサイン α がいくつを満たすって考えるんだけど、それも書かなくていいです、今は。で、こっからどう考えるかっていうと、これね、今 x の値、ごめん、 x の範囲書いてないです、さっき一周みたいな。ってことは範囲を特に考えなくていい時はもう一周というか全部あると思ってください、何周だろうが。ってことは全部満たすから、さっきと同じでこの sin かっこ x プラス α の部分は一周全部あるから、絶対最大値は1なんだよ、一番上だから。いい、ここの最大値は1なので、最小値はさっきと同じでマイナス1になります。ってことはここが1だったらルート5かける1だからルート5だよね、全体的には。で、ここがマイナス1だったらルート5かけるマイナス1なんでマイナスルート5でしょ。で、それで終わりです、今回。なぜなら x がいくつの時って書かなくていいから、てかわからないからね、今回の場合は。つまり書き方としては最大値と最小値答えるだけなので、ちょっとこっちは書こうね、幅があった。最大値はそのまんまルート5です。で、最小値はマイナスルート5で、これで終了です。で、なんでわざわざこれ取り上げたかっていうと、基本的にはこっちです、メインで出てくるのは。いい、難しいからね、やることも多いしね。
だけど定期テスト学校のとかではやっぱりこういう範囲がね、まあ、三角関数って決まってたりするとこういうのも普通に出てきます。でこっちで慣れていくとあれって思うんだよね。範囲な、え、どうすればいいのみたいな、ここわかんないしみたいな感じになっちゃうんですが、本当にこういう簡単に解けるで、簡単だからこそ落としてほしくないので、なのでぜひこのセットで両方覚えておいてください。では今回は高校数学数2の三角関数の合成丸4をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言ったように次回の丸5で終わりです。でちなみに三角関数のシリーズも次回終わりです。その後は指数関数、対数関数がまた始まっていきますので、次回ラスト、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。